し。はい、おはようございます。今日は10月22日日曜日です。はい、今朝の6時35分です。仕事行きよんかいって感じですけども、違うんですね。今日はちょっとあずきの病院の日なんで、例の動物病院に今予約をしに行ってます。はい、ご覧の通りね、道スカスカです。いや、本当は6時半ぐらいに着く予定だったんですけど、寝が覚めたのが6時24分でした。はい、ちょっと遅刻、確かね、7時か7時半にお店じゃないわ、病院のスタッフの方がその予約の紙を出しに出てくるんですよ。で、それに一斉にみんなが名前書いてから予約をするっていう、まあ昔的な感じなんですけども、今時ね、そう、なかなかこういう予約の方法ってないと思うんですけど、大体ね、ネットとかでできそうな感じですけども、それがないんですよね。うん、そう、なんでなんだろうね。すごくね、人気な動物病院なんですよ。めちゃくちゃ多いんですよ。で、先生がすごく丁寧なんでね、めちゃくちゃ一人一人ワンちゃん猫ちゃんすごく時間かけて見てくださるんですよ。だから結構待ち時間も長いんでね、うん、まあ、予約の進み具合はネットで見れるんですけど、そう、とにかく予約がネットでできないっていうね、そういった動物病院なんで、今こうやって朝も早から父ちゃんが牛乳屋さんに声かけてじゃないけどさ、行ってますよ、予約しに。あー、眠たいね。だからもうこのついでにね、これ動物病院の予約終わったら、このベルファイアね、ようやく洗車機ぶち込みに行こうと思います。はい、洗車機入れて、ほんで帰ろうと思います。隣の車は違うでしょ。やった、一番乗りじゃけど、なんかなかなか来そうに出てきそうにないな、あれが、プレートが、紙が。ちょっと待っときましょう。喉乾いた。あ、M漫画ちっこい分しかないわ。これにしよう。ああ、綺麗だね、朝焼けが、太陽が山の向こうから登ろうとしてます。綺麗綺麗、空が。車は汚いよ、ほらほら。でもまあ、こうピッてやったら多分ね、ほら、まだ汚れがスッと取れそうな感じ。結構汚れてますよ。
こんな感じで。ほらもうグリルもこうやって近くで見るとめっちゃ汚れとるね。え、近くで見たらこんな感じでシミになってます。あね、こういうところをねスケール除去剤で取りたいんですけどね、寒いけどちょっとエンジンつけずに待っとこう。目の前もう家なんでね。はい、ハムカツミックスサンド。これ昨日あの父親が息子のソフトを送るときにね、うちに来たときになんか買ってきてくれてたみたいで、はい、余ってたやつを持ってきました。ちょうどいい朝ごはん。ああ、ハムカツが、あーうまそう。いただきます。うん、からしも効いとるね、これ多分。分ですね。無事予約が終わりました。はい、ということで無事に予約ができましたので、これから大津の洗車機に行きたいと思います。今ちょうどこう待っとったらサークルまで男性の方がスーッと歩いて来られて、で最初副委員長先生かと思ったんですよ。そして見よったらこの入り口の前立って待っとるんでね、あらーと思って、わしこれえ、患者さんだったら、押し先抜かされたじゃんと思って、順番。そう。で、そう思ったら、看護婦さんがすぐ出てきて、予約の紙持ってからね。あ、やばいやばい、先越されたわと思って。まあいいわ、一人ぐらいと思いながら、紙書こうと、書きに外に出たら、その男性の方がね、どうぞってね。あの、先待たれてたみたいなんで、って言ってくださって、譲っていただきました。はい。ありがとうございます。無事、一番目に、名前書くことができました。いやいや本当ね、あれですよ、日本人のいいところですよね、ここがね、譲り合いの精神。はい、ということで大津の洗車機に向かいたいと思います。よし、ラッキーラッキー、順調順調。バタバタですな今日も、ほんま病院連れてって、ほんで昼からソフトボール、よいしょ。よし、僕は車検はここの早太郎に出しますいつも、うん、また来年のちょうど今頃か、あ、車検出さないといけないですね、うん、11月よね、うん、11月6日か、車検の満了する日が。はい、そうよ、そういやさ、あの車検で思い出したけど、あの僕が今仕事で乗ってるダンプ11月の8日に車検出したんですよ。で茶前くんのダンプをその後、僕の後ね、11月の中頃に出したんですけど、車検証がもうあれ逆の分を送ってきとってからね、その修理工場の方が、そうステッカーもじゃけ逆、なかなか来んかったんですよ、僕車検証が。おかしいのと思ってずっとあの紙の分貼って走っとったんですよ、うん、
ただなんか昨日あれ茶前くんから電話かかってきてから、お前間違えてからあれステッカージーコくんの貼っとるわっつって、そうえーっつってそうそう、あのどうやら間違えて送ってきてたみたいで、そうで僕の方になんか茶前くんのあれがステッカーとその車検証が僕の手元にあってからね、そうそれ昨日もらったんですよ。でそれが茶前くんの分だったんですよ、僕がもらったやつがね。順番がもうぐちゃぐちゃになっとってから、全く逆になっとって、で茶前くんのがね 10月8日になっとったんですよ車検のあれがで僕のが10月20何本になっとったんですよ。逆なんですよ、茶前くんが10月20何本に出しとったのに、そうそう、ね、こういうこともあるんだ。だけまた茶前くんが綺麗になんかあのカッターかなんかで剥いでからね、でそれを僕がまた貼りました茶前くんのはまだ貼ってなかったんですよ僕は。そう連絡もらったんでね、いやこういうことあるんじゃと思ってね。さあ着きましたよ、ガソスタ着きました、エネオス。もともと昔この先にね、新大津橋のたもとにモービルってあったんですけどね、モービルがね、モービルってもうないよね、あれのまだ名残があります。ペガサスがあっこへね飾ってありますよ、このセブンの横にモービルちゃんのマスコットが。多いかな、並んどるかな、並んでなさそうだね、なんかあんまり結構並んどるかなと思ったけど、並んどる時もその辺からザーッと並んでますからね、洗車待ちが。大丈夫そうですね。よいよらい。ああ、少ない少ない。よかったよかった。ほら、待たずにできるぞ。ちょっとパワフル洗車にしよっかな。いや、でも拭き取りはかなりもう混み合ってますね。受付ユニットが上がります。アップ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 。よし。上がりすぎ上がりすぎ。よし。現金はこれか、現金で、なんもない。洗車コースを選んで。泡風呂ワックスにしよう。トッピングはいかがですか？トッピングはない。装備品があれば。はい、購入内容でよろしく、はい、いいです。お金を入れてください。よいしょ、はい、いらっしゃい。ゆきちさん、ゆきちじゃないわ、漱石さんか。レシートとお釣りを、お釣りをお取りください。よいしょ、はい、よいしょ。窓も汚れとったしね、こんな感じで。よいしょ、まだ閉まっとるよね。 OK、 コートよ。ああ。あ、ちょっとケチった後ろの方はなんか泡が。うわ、すごい。ほら、泡が。この状態で手洗いしたいね。もうここで止まっていいけど。
街ね、福岡街洗車、掃除機がないしな。うわちょっと待って、眩しい太陽が全然見えん、後ろのミラーが。待って待って待って、これ全然見えんじゃん、マジでサイドミラーが。こういう時にバックモニターを使って下がりましょう。こっちが全然見えん、太陽が入って。マジで見えんかった。スーパー下手くそじゃない。落ちてますね。はい。OK。こういうとこはすごく残るんよね、水が。水が。よし、しっかりね、拭き取って。いや、後部座席も結構ホコリ溜まってましたね。あの窓枠のこういう部分に、一番後ろの後部座席はね。よし、まあこれで一通り拭き取り完了。よっしゃ、はい、綺麗になりました。拭き取り完了。まあタイヤはまだね、全然綺麗にしてないんですけど、はい、まあパッと見は綺麗になったんで良しとしましょう。車内も綺麗に、拭き取りました。よし、あとはもう燃料入れてからね、帰りたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。皆さん素敵な日曜日をお過ごしください。また明日。